皆さんこんにちは。今回は未だにあんなに爆死したのに未だに懲りてない男がここに一人いるということで、さあ、さらに、リベンジのリベンジのリベンジのリベンジあたり、やっていこうかと思います。11,250GM まで使えるということで、こちら蘇る剣撃勇気、狙っていこうかと思います。さあどうするこれでこの一周で勇気が出なかったらどうするかっていう話にはなるんですが、さていきなりアビリティ、いや来ないでしょ。へい、2回目、まあステップ1なんでまあ来なくて別に普通なんですけど、なんかアビリティばっかですごい期待させるような、頼れない兄貴くんなしマジで。あー6回目、1,2,3か3だな、アンハッピータイムうわー、これはあえてそういう演出をしてるのか、むしろフラグか、アビリティばっかり、アビリティまみれ、あこちらもアビリティまみれになってきて、これは9連、これわざとだろうマジで、アビリティばっかりさ。これが10か、これが11か、アビリティばっかり、これ狙ってやってんのか、そういういじめか、わざとアビリティばっかりして期待させてぬか喜びさせるみたいな、そういうあれか、なんか狙ってんのか。ミヒマル GT が来たということで、さあ5連目ですかね。アンハッピーすぎる。さて、ああもう持ってんだよな、しかも貫突してんだよな。9連目、10連目、11連目、10突したやつが来たってことはメモリア小石台がもらえるということで、まあ嬉しいっちゃ嬉しいか。ミヒマル GT、6連目、7連目さ、覚醒のアビリティの星音がビート版と天職の務め持ってる。10連目、11連目、あこっちが11連目か、これステさんかな、そろそろ来てくんないと。覚醒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 、持ってる、全部持ってんだけど、全部持ってんだけど、これ5周して出なかったらさ、どうやって俺はこれから生きていけばいいの。これまだ4周だけどさ、次さ5周知るか。8連目、さすがにもう来てほしいところ、いやー来ないなー。これさもはやステップ3式のやつを5周する方が軽いんじゃないか、ジェム的に。いやー来ねえなー。次、あー次ステップ5か。いやーこれ諦めた方がいいのかな、どうしよっかなー。あー嫌な予感がしてまいりましたね。次が8、次が9、次10、待って、嘘だろ、嘘だと言ってくれ、
このあとさ、スクワットジャムおじさんのオーダーもさ、クライム控えてるっていうのに、しかも7周年記念でしょ、引かなきゃよかったか。いやもうぜくか、かぶりかぶりかぶり、あー盛り足を席たい。いやーこれ引く勇気がないな、引く勇気が、勇気をくれ、どうしたらいいのこれ、欲しいんだけどさ、強いデスアピール、強いです。いやもう、いやここで諦めるのか、マジでこれどうしようかな、無理してでも引き肉、引き肉、引き肉、待って、俺今どうなってる、クレジットカードちょっと今見ます。クレジットカード、ログインで、確定額がこれか。で、12月分が、うわこれ払えんのか、そもそも、うわ、待って、これうわ怖い、もうやめよう、ちょっと今月かき、あでも、待って、うわもう今月課金すんのやめよう、ちょ怖い、生きていけないかもしんない、これもう一周とか言って勢いで引こうとしちゃったけど怖すぎるんで、もうやめときますちゃう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。